IAF ダイヤモンドリーグは2011年に2年目を迎えた。5月6日のドーハから4ヶ月にわたり実施され、2011年世界陸上競技選手権大会の期間を挟んで9月8日のチューリッヒと9月16日のブリュッセルが最終戦となった。14戦の賞金総額は800万 US ドル。ヘイワードフィールド写真は、 全米選手権ジルメートルパリ男子400メートル左カラボル、レー、ウリナー、ブラウンピストリウススタットルイズ男子3000メートルで、エチオピアのエネ・ワラミレウがマークした7分27秒26は、世界歴代9位の記録。男子200メートルは前年ポイント争いのトップに、立ちながらも負傷し最終戦を欠場していたウォルター、リックスが優勝した。8種目で、大会記録が更新された。 男子110メートル H は、劉章が、デビッド・オリバーを抑えて、優勝を飾った。日本から高平真嗣、金丸雄三、田野中佑、久保倉里美が出場した。5月15日の上海体育場は3万人の観客を集めた。男子100メートルのウサイン・ボルトは、ゴール直前にパウエルを抜き去る苦しいレースになった。女子400メートルのアリソン・フェリックスは、 ゴームストレートで後続との差を広げて圧勝した。女子1500メートルの優勝者、マリアム・ユスフ・ジャマルは2009年世界選手権、金メダリストであり、5月のヘンゲロ・とローマで今季、世界最高記録をマークしている。女子3000メートル SC で優勝したミルカ・チェモス、チェイワは、世界歴代6位の記録を持つ2009年世界選手権、銅メダリスト、2010年の年間種目別王者である。 この女子3000メートル SC ではソフィア・セファがエチオピア記録を更新。同じエチオピアのバーチキン・アダムは9分20秒37をマークして世界ジュニア記録を更新した。この日のスタディオオリンピコは4万7000人の観客を集めた。ヘイワード・フィールドはオレゴン大学内に位置し全米選手権やオリンピック代表選考会の舞台として知られる競技場である。 2011年のプリフォン庭園クラシックは16のダイヤモンドレースを含む25の競技が行われた。風に恵まれた女子100メートルは歴代2位の記録を持つカーメリタ・ジーターが10秒70の記録で優勝した。男子3万メートルではケニアのモーゼスもソープが1時間26分47秒4をマークして優勝。セコ・トシヒコが保持していた。 世界記録は30年ぶりに更新された。モソップは2005年世界選手権1万メートル銅メダリストであり、2011年のボストンマラソンでは、非公認ながら世界記録を上回る2時間03分06秒を記録して2位に入った選手である。男子1万メートルはモハメド・ファラーが優勝、ヨーロッパ記録を更新した。この日の女子5000メートルは4月に死去した。 グレテはあいつの名を冠して、グレテはいつメモリアルとされた。その女子5000メートルはメセレトデファーが優勝、男子1マイルは前年に引き続きアスベルキプロプが優勝した。ウサインボルトはプロモーション活動に参加した後、男子200メートルで19秒86の記録を残して優勝した。アディダスグランプリ当日のニューヨークは雨模様となり、最高気温22度。 選手は風に悩まされた。男子100メートルはフライングにより3選手が失格となった。3.4メートル毎秒の向かい風が吹く中行われ、スティーブ・マリングスが優勝、タイソンゲイは2位に敗れた。この後ゲイは、右全部の怪我のために6月25日の全米選手権100メートル準決勝を棄権、世界選手権米国代表入りを逃している。ゲイは、 前年7月に股関節の怪我から復帰、男子100メートルの年間種目別優勝者に輝いたばかりだったが、この故障により休養を余儀なくされた。男子100メートルは、アサファ・パウエルが9秒78を記録して優勝。3位に入ったクリストフルメートルは、自身が持つ、コーカソイド記録に並ぶ2度目の9秒95を記録した。テリカムゴンは、 男子三段飛べ歴代3位 17m98 の記録を持つ選手であり、2010年の世界室内選手権で 17m90 の室内世界記録を樹立した。この日のタムゴーは3回目に 17m91 を記録して優勝した。3回目以外の試技はすべてファウルに終わっている。タムゴーは7月に手術を要する右足首骨折の怪我を負ったために、 年内の競技復帰が困難になった。女子 400mH は、ズザナ・ヘイノバが、チェコ記録を更新する53秒29の記録で優勝した。3レーンのヘイノバはすぐ隣4レーンを走るカリース、スペンサーをじりじり追い上げ、最終ハードルの跳躍で、スペンサーを抜き去った。男子 110mH では、ダイロン・ロブレスが、デビット・オリバーとの同タイムの決着を制した。 男子400メートルは、クリトファー・ブラウンが44秒94の記録で優勝した。ジェレミー・ウォリナーに次ぐ5位に入ったオスカー・ピストリウスは、北京パラリンピックの男子短距離3種目を制した、両足義足の陸上競技選手。ピストリウスは45秒84を記録、その後イタリアの競技会で2011年世界選手権と、 ロンドンオリンピックの参加標準記録を突破する45秒07を記録した。この日のスタッド・ド・フランスは4万9000人の観客を数え、男子棒高飛びのルノー・ラビレに、男子3000メートル SC のマイディヌ・ヌメキ・シベナバ、男子200メートルのクリストフルメートルの地元、フランス勢が活躍を見せた。ゲイツヘッドに代わり、バーミンガムが2011年の ダイヤモンドリーグ開催都市に選ばれた。期間は2011年から3年間。女子100メートル H は、サリー・ピアソンがスタートから、ダニエレ・カラザースを抑えて、優勝12秒48をマークして、オセアニア記録を更新した。2010年 IAF 世界最優秀選手賞に輝いたデイビッド・ルディシャが、 男子800メートルの今季世界最高記録となる1分42秒61を記録した。3000メートル SC ではブライミン・キプルトが世界記録に0秒01と迫る7分53秒64を記録した。モハメド・ファラーがバーミンガムに続いて男子5000メートルを制した。12月に37歳を迎えるバーナード・ラガトが12分53秒。 60を記録して2位に入り、前年のオスロで自身が樹立した北中米記録を更新した。男子棒高飛びは5メートル90を記録して、ルノー・ラビレニが優勝。沢野大地は5メートル45を記録して7位に入った。女子5000メートルのビビアン・チェルイオットは、歴代3位となる14分20秒87を記録して優勝した。 チェルイオットは3000メートル通過時点で後続に40メートル差をつける独走、さらに差を広げて圧勝した。男子総幅飛びのミッチェル・ワットは2回目に8メートル54を記録して優勝、オセアニア記録を更新した。男子やり投げのアンドレアス・トルキルド戦は88メートル43を記録して優勝、ローザンヌ・バーミンガムに次ぐ3勝目を挙げた。 女子棒高飛びのエレーナ・イシンバエワは4メートル7 6を記録して優勝した。男子4 0 0ルのラショーンメリットは、ドーピング違反による1年9ヶ月の出場禁止期間が明けた復帰戦に臨み、44秒74を記録して2位に入った。スウェーデンのエ字ジニュースサイトザローカルは2011年の DN ガランについて、ストックホルムの大会主催者が、 男子200メートルのウサインボルトに対して200万、クローナの出場料を支払ったことを明らかにしたと、報じている。ボルトは20秒03を記録して優勝した。100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、1500メートル、5000メートル、110メートル、1400メートル、13000メートル、SC 層、高飛び棒高飛び層、幅飛び3段。 飛べ方眼投げ円盤投げやり投げ100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100メートル1400メートル13000メートル SC 層高飛び棒高飛び層幅飛び三段飛べ方眼投げ円盤投げやり投げありがとうございます